あのアンケートの記入ももしよかったらお願いします。せっかくあの AI のベンダーとかの AI オシャレ系のベンダーさんがいらっしゃってるので、次回あの本当にこう言いたいこと何でも書いたら何でも答えてくれますので、それかもしくはツイートですね。今日の受付場をやっていただいているのはこの可愛い子ちゃんたちです。どんどん投稿しちゃってください。あと今日はあの動画撮影も。あ、北月さんこれ、はい、オンラインの配信はしてないですよね。後で公開する。はい。今日あの大阪から来た方もいらっしゃいますので。大阪の、はい、大阪から来てくれました。このために来た、ついでにこのために来てくれたそうです。はい、じゃあしかもあの大阪で RB コミュニティの飲み部ですよね。飲み部です。飲み部の主催の方なので、大阪で仕事によく行きますよっていう方はあの多分飲み部っていうぐらいなので、ね、飲み屋さんたくさん知ってるかもしれないので、行ってください。すいません、大阪は飲み部とかがあるんですよ。羨ましいです。そうなんです。大阪とは雰囲気が違うんですよね。皆さん、大阪結構あれですよ。あれでわかるんですけどね。なんかこの営業タイムのツイートとかも絶対多いんですけど、まだまだ少ない。いつも大体この IT 系のコミュニティだと大体こう4割以上が当たり前なんですけど、今日はなんかエンジニア系がすごい少ないですね。4分の1くらいしかいない。上司とコンサルが多いですね。あとこの自由人の方が 7% いるのは最近ですけど、これ今までってそこ大体いても1人2人くらいだったような気がするんですけど、ちょっとあのぜひ今後の参考にもなりますので、あのコンテンツ作りのコミュニティディベイベントもなので、ちょっとぜひ皆さん協力していただけると嬉しいです。あとこの回答に関しては、URL で共有してますので、皆さん入れながら回答を確認しながらということでいきます。あの今日登壇される方はぜひあの中身をちょっと見て、それに触れるような登壇内容を急遽入れてみたりとかすると結構盛り上がったりするんじゃないかなっていう無茶振りをしてみちゃったり、あとはですね、あのスライドにずっと入れてますけど、ハッシュタグも決まってますので、あの RPFT でどんどんつぶやいてくれると嬉しいです。接続の確認まだされてない方いらっしゃいますか。今日初めて来た方ってどれぐらいいらっしゃいますか。コミュニティ自体に。あ、すごい多いですね。以上かもしれないですか。じゃあ
談される方は、これがこのコミュニティの初の、ちょっとファーストインプレッションの印象になるので、しっかり大爆笑の勉強していただければと思います。必須ですね、これは。あと時間厳守でいきましょうという形で、タイマーを使ってますので、あ、一応ドラも持ってきてるんですけど、ドラ使った方がいいですか？先週なんかこれドラで鳴らしてるタイムを管理しようと思ったんですけど、意外となんかドラ鳴らしづらいので、皆さんちゃんとタイマーに言ってから時間を守るという形で始めましょう。じゃあちょっと自分の方から、じゃあ最初は簡単にこの会の趣旨の説明と、あとスポンサーの LT という形で合わせて5分後の話は軽くすぐしちゃいます。で皆さんこれを使うという形でちょっとでも、アレクサ、タイマー10分。進めましょう。はい、じゃあ今回初めての方が多いということ で、こういうふうなスライドが出るとポイントなんですけれども、ツイートをするということです。ずっと今日登壇される方、皆さんスライドの右上とか左下とかに RKLT っていうのが全部ついてますので、ついてるはずですので、それはもうどんどん皆さんツイートしてくださいということなので、ぜひ皆さんも一緒に参加してくださいという形になります。ぜひよろしくお願いします。で、ちょっと最初のコミュニティの説明になるんですけども、もうすぐに皆さん登壇を書いていただこうと思っているんですが、つい先日3000人を超えましたということで、つい先日超えたんですけど、もう3100人とか超えている状態ですので、年内にどこまで行くかなとちょっと楽しみです。今全国各地で今一番新しいところだと、ここですね、愛媛支部が今立ち上がって日程を調整中です。今続々と日程等々決まってます。で今日はこの AI オシアル支部の初回、記念すべき初回になります。で、このまま今日初めて来た方がいらっしゃるので、こちらの IT 系のコミュニティ自体、初めていらっしゃったという方、どれくらいいらっしゃいますか？今2人。私は1、2枚ぐらい。であれば結構、理解されているかなと思うんですが、なんでこのコミュニティに皆さん学ぶんですかっていうような話を出してますと。しかも、多分おそらくなんですけど、AI OCR 系の、こうユーザー主導のこのコミュニティって、まず絶対ないかと今まで思いますので、今、企業さんとか、ベンダーさんがいる、勉強会って、本当勉強会であるセミナーなので、本当に絶対、形としては絶対営業目的しかありえないんですよね。どれだけ楽しくて、ルールやとしても、結局営業目的であることに間違いないと思います。なので、このコミュニティは営業目的ではないというところで、本当に皆さんがリアルな情報を手に入れられる、それらの真の丸々につながるんじゃないかというような話で作っています。これは RPA を学ぶのにというような話ですけども、AI を調べるというところも同じ形で使えるというふうに。で、SNS も各種ありますので、皆さんぜひ参加してください。ここですね、スライドを取った方がいいスライド。常連の方々はもう、これ多分1人10枚ぐらいツイートすると思いますので、ぜひ結構大事なんですよね、こういうのがこういうツイートして拡散される、この SNS の力って結構大事なんです。これコミュニティにかけた話じゃなくて、本当に仕事上とか、今時この SNS とかコミュニティのマーケティングをやらないような企業さんで、本当にマーケティングができているのかと言われるぐらいの話ですので、皆さんちょっとぜひ一緒に参加して、どんどんつぶやいていきましょう。しかも記念すべき初回です。で、この結構大事なところですね。UMM が見て分かると2人しかいないです。その代わりに、運営の協力企業さんが今のところ、4社さんほどもすでに入っていただいてます。全面協力。だからそもそもこういうコミュニティで、このベンダーさん、しかも AI 系、AI、オーシャル系のベンダーさんが名を連ねてくださるって結構貴重なところだと思います。これはちょっと形をして、で他にも今、打診中の企業さんもありますので、いろいろこれから入っていただけるんじゃないかなと思っています。こんな感じですね。で、RD1 コアはそのメディアとしてそれを全面的に支援をしていただけるという形で、プラス今この業者が入っていただけていますと。なのでこの AI オシャル支部の方から全国で今コミュニティで先ほどの地図にあって開催してますので、
いろんな地域でやることに、この企業さんの方からちょっと登壇者を派遣してもらって、全国を盛り上げていきたいという形を持っています。並べてみてもやっぱり結構嬉しいものがあります。まあ、いつもRPA 系のベンダーさんが名を連ねているんですけども、今度からこの、ね、せっかくAIをおっしゃるというような形の支援になったので、この形をどんどん広げていきたいと思います。これも結構大事なところ。今日はこの飲み物を皆さん取って席に着かれたと思うんですけども、プラス懇親会の方では皆さん手に取られてビールかなと思ったら、あ、なんか新ジャンルかってこうがっくりされた方も懇親会でちゃんとビールが出ますので、しっかり楽しみにしてください。お食事も軽食をちゃんと頼んでます。それがこの RD バンクさんがスポンサーしていただいて、あとこの会場も有料なんですけども、RD バンクさんが出していただいてますので、皆さんぜひありがとうのツイートをしてくれると、次回以降もまたやりやすいかなと。実はまだ次回の日程が決められてないというところもありますので、ちょっと皆さんツイートにかかってますというところもぜひお願いします。あと、今日のタイムスケジュールはこんな風にある形ですね。これ実はライトニングトークと、ベンダーさんのトークの合間にある、このライトニングトーク自体も、実はもう結構ほとんどベンダーさんでいらっしゃったりしますので、結構今日だけで、ARCR のベンダーさん等が、結構どんどん名を連ねたライトニングトークが来るってなかなかない機会かと思いますので、ちょっと楽しみにしてみてください。毎回ですね、これこういうふうなお話を、RPA 系の話を出してはいるんですけど、このコミュニティにまで登壇していただいた RPA 系のベンダーの方はこれだけいらっしゃいますと、RPA の体系図に合わせるとこんな形なんですが、今後これに AIOCR のベンダーさんの含めた形で体系の図を作っていこうと思いますので、皆さん、ぜひ参考にしてみていただければと思います。でですね、早速RPA バンクさんから、毎度お馴染みかもしれないですけど、RPA バンクのツイッターアカウントをフォローしている方、ツイッターを知ってる方、笑っても書けないですよ。おかしいですよね、皆さん。ツイッターのご存知の方、ぜひフォローしていただけるっていうのが、このどんな情報があるのかってちょっとスライド出してみます。で今回ちょっとお願いしてですね、アルベバンクさんのツイッターで、AIOCR 系のツイートがどれぐらいされてるかってちょっと出してきてもらいました。これは8月6日なので、これ本当つい先日ですね。先日は今日ですね。手で書く。スマホアプリで手で書く AIOCR。これご存知の方ですか？少し。無料で使えるのが、なんかスマホでできるんですね。なんかちょっと面白いです。写真を撮るだけで OK。スマホアプリで手で書く。あとは、言われますと AIOCR の、連携の開発キットの最新版が出しました。これ。AI インサイトさん、これご存知だったか。UI パス、UI パス号の中でもこう日本語で公開されているという話ですね。で、実態の調査、戦車の実態調査、なんかこういう導入の効果がこういうふうに出てますよみたいなところが、全体の 9.6% は導入済み、導入規模はデータ作成時間のミスの発生率に満足はしていると。なんかこういうふうないろんなRPAバンクの記事じゃないところからもいろんな記事を拾って、RPAバンクのアカウントさんが結構発信されてますので、皆さんぜひ見ていただけると面白いかなと。これも7月1ヶ月ぐらい前です。事実型 OCR。OCR。事実型 OCR って知ってるかも。誰も知らないです。いや、自分今あれなんだっけなと思ったんですけど。なんか結構やっぱり見てみると、毎日こうなんかピックアップした情報をいくつかツイッターからこうやって見つけるの結構ありがたいので、ぜひRPAバンクのアカウントをフォローしていただけると、自分もRPAバンクさんに顔が立ちますので、次もまた問題なくスポンサーしていただけるという形になります。まあ、こういうふうな情報が日々出ているということなので、ぜひフォローの方していただければと思います。手書きのことが7月1日ですけど、病院に採用されてるんですね。コーチェン太郎さんもおっしゃってます。なんか今導入事例とかの情報が結構あると嬉しいですね。という形で、じゃあちょっとこれ、ツイッ
い先日もやったんですが、今私が話をしてこの IT バンクさんのアカウント今1081人のフォロワーがどれだけ増えてるかちょっとこれだけ確認させてください。まだちょっと足りないので、あと6人今13人増えたんですが、あと6人このイベントの間に増えると1100人に達するので、なんか皆さんが今やたら結構静かなんですよ。いつもより全然静かな目立ちがない。どんどんお話ししちゃって大丈夫ですか。はい、そういうことなんですか。もう AI をシェアのベンダーさんに皆さん結構裏の貫きがかなりあるんですよね。認識率とか納得いかないとか、なんかぜひなんかのツイートでもこういうアンケートをどんどん答えていただければベンダーさんも含めて皆さんに盛り上がれるかと思いますので、よろしくお願いします。で、今日は輸出を見るというような形で、AI をしてあるっていうのは何なんだろう、そもそも OCR って何で、それに対して AI がつく OCR って何だろうっていうところの簡単な図とかは一応作ろうかなと思ったんですけど、一応用意していませんと。皆さんがどういうふうな理解をされているかっていうところと、今回のイベントで今後の進み方を変えていくのかなと思っています。アリクさん、ストップ。こんな形でじゃあ皆さんタイマーを守って進めていきましょう。じゃあ早速イベントの方をそのまま続けたいと思うんですが、最初は流れはですね、はい、まず今のコードがありますので、この後にベンダーさんのセッションで、コジェンドラゴンのヒロシさん、その後にライトニングトークが3つ続いて休憩を取った後にまたライトニングトーク、そして最後にエアインサイトさんからのセッションで締めという形になります。じゃあまず広瀬さんにセッションをお願いします。なんか気になる点とかは皆さんどんどんツイートでもさっきのアンケートどんどんつぶやいていただければと思いますので、いつも静かですよね。多分その後ろの受付嬢の方が多分今戸惑ってるわけです。だからどうやって盛り上げようかって考えてると思いますけど、紙にはしゃぐのは簡単なんですけどね、はしゃいでまたさらに冷えたら困るんで、よく考えてます。ありえると思います。ありえる。あと終わりかけぐらいかなと思ったら次の登壇者の方の前に来ていただければと思いますので、アレクサ、タイマー10分。10分のタイマーを開始します。はい、皆さんこんばんは。コージェントラボの岩瀬です。よろしくお願いします。記念すべき AOCR コミュニティの一発目ということで、非常に光栄だなと思います。今日はですね、何話そうかなと思ってきたんですけど、いろんな AOCR のメンバーさんいらっしゃる。私もすごく楽しみにしてるんですが、まあ、ご存知の方は手書きということで、どちらかというとフロントオフィスの話をしようかなと思って今日はちょっと準備してきました。顧客接点の業務のところについてちょっと事例を今日は2つほど紹介して終わりたいと思います。まあ、課題としてはですね、やはり窓口業務など申請書の手入力業務の現場からあとはお客様にせっかくいろいろ記入してもらってもほとんど紙の束なくて使われないとかですね、あと、まあ、RBA 導入しているけれども紙業務一度かできませんみたいな話がよくあるのかなと思います。まあ、AOCR すごく RBA との相性いいと思うんですけども、手書きの方はですね、こういったどちらかというと窓口業務のお引き合いご相談が多いかなと。キャンペーン応募用紙とか、あとは登録用紙、あとは、納税の申告書とか、まあ、そういった類の、窓口業務ですね、まあ、こういったところの申請書がたくさんご相談いただいています。で、ツイートの方にも制度の話があって、まあ、これはマーケティングビッチなんで、読めてるものしか出てないんですけど、こういったものが 100% 読めるようになってきていますという例です。今日ですね、私が皆さんと一緒に考えていきたいなと思っているのは、AOCR入れるときに本当にやりたいことなんだっけっていうところの話を、したいなと思っています。で、当然どんな ROI 出るんですかって話はですね、お客様からも非常に真剣なご相談をいただいていて、事例でも当然業務削減効果とかっていうのは出てる
ですけども、私常々考えるのはそもそもの導入目的ってそういうなんとかですとか時間がこんぐらい減りましたというところよりももっとその価値を想像する時間の創出っていうところに焦点を当てていったらいいんじゃないかなというふうに思っています。で特にまあこの真ん中に書いているお客様への対応の質とか量をもっと向上しようとかあとは人材の有効活用しましょうというところがですね具現化できるもしくはその使用という努力をしていらっしゃるユーザーさんが出てきてますのでちょっと今日はその辺のご紹介を簡単にしたいと思います。一つ目の、事例なんですがこちらも、我々と同じくスタートアップの会社さんなんですがファブリック東京さんというですね男性主に男性のその、オーダーメイドのスーツを東京と関西で販売していらっしゃる、メーカーさん、まあ、リテールショップ手書きをですね、今年の初めぐらいに、導入してもらったんですけども、導入してまあわずか数ヶ月で、まあ労働時間でいうと、まあ月々180時間ぐらいの残業時間を削減されました。でまあ、何をやってたかというと、こういうふうに店舗にいらっしゃったお客さんの、採寸データを取って、大体30箇所ぐらいこう、記入するペーパーに書いてですね、まあ、そういう包帯を開店時間中はやっていくでお客さんが帰って閉店した後にスタッフの方が残業をして、1顧客あたり15分ぐらいのデータ入力をパソコンに向かってやってましたというところをですね AI オシャルを入れて、これが2分に短縮されて、180時間の、まあ、残業削減達成ということでまあ不運という感じかもしれないですけどもまあ、小さい企業さんの中ではそれなりの残業削減効果が出ましたという事例がですね、今年の初めてだと。で、私、ファブリック東京さんに1ヶ月前に、2、3週間ぐらい前に、取材に、フォローで行かせていただいて、その後どうですかという話をしました。聞いてきました。で、実はですね、結構意外な効果があったよっていうことが分かったので、今日ちょっとそれをご紹介したいと思います。まあ、業務削減効果残業がなくなったということはもちろんすごいんですけど、まあ、この AI オシャルを入れることでそのお客さんの、平均接客時間20分増えましたですとかこの採寸データを、残業後に、お客様に届けるではなくてもう書いたものをすぐスキャナーを通せばお客さんに届くということでお客さんがお店を出ても数分後には自分のポータルに自分の採寸データが入っていて、オンラインで記事を選べるという、まあ、こういった形で情報のメールの通知が4時間から15分近くなりました。まあ、結果としてコンバージョンレートが上がったり、当然、お店を出てすぐポータルに情報が届くので、アンケートの回収なんかも上がってます。まあ、こういうトップラインの貢献っていう部分ですね、お客さんのエンゲージメント、こういったところの効果が出ている。いうすごくいい、事例だなというふうに思いました。でかつ、こちらストアマネージャーの、藤本さんという方なんですけど、まあ、社内の雰囲気的にはこの AI オシャルを入れて、まあ、すごく楽になったということはもちろんなんですけども、残業時間も減って、自分のコア業務に集中できるようになったし、まあ、空いた余力でその会社のプロジェクトにも取り組むような意識が高まってきていますということをおっしゃっていただいています、まあ、こういった部分ですねもちろんコスト削減時間削減があったがゆえなんですけども、まあ、本来やりたいことはこういうことなのかなと思うので、まあ、ぜひこの AI の活用とかもですねこういったお客さんへのお客設定とか、まあ、そういった部分の強化に、焦点を当てていけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。で2つ目の、事例のご紹介なんですけどこちらは鹿児島の先ほど偶然三木さんにご紹介ツイートしてもらった九州の病院の方で理念のサービスを展開しているカトリックさんという方の導入事例になります。でちょっと動画の方が分かりやすいと思うのでこんな感じの会社さんですというのを少しお見せしたいと思います。ちょっと音声が出るか試してみます。すでに裏木を業務に組み込んでいる企業はこちらの病院では入院患者向けに衣類
寝具などの貸し出しを行っている。手書きを活用しているのはその請負業者だ。着るものの種類は何を着られますか。いい形にまた種類があります。じゃあ肌肌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 肌
ければいけない業務ですね。この辺を、我々としてはこういったパートナーさんと一緒にソリューションということで、どんどん、便利なものを展開していきたいなというふうに思います。でまとめると、なんでこういった手書き業務、まだ残っているかというと、やっぱり権利を書くことに重要性とか優位性というのはまだあると思うので、こういった部分をネガティブに捉えずに、ポジティブな形で、サポートしていきたいなというふうに思っています。はい、私から以上です。ありがとうございます。使うのか、そもそもアナログなくしてデジタルから返すのかなって、
昔から結構なんか議論されてるんですけど、その議論進むことをちょっと全然見てなかったんで、そういうふうな話聞いてるのもありがたいし、面白いです。皆さんこんばんは。ソフトバンクの RPA 推進してます木村と申します。よろしくお願いします。で早速なんですけども、ちょっとまあ自己紹介で初めての方がいらっしゃるかもしれませんが、私実は副業でお子さんやっておりまして、で大体ここの LP ではですね、あんまり技術的な話は一切しない、心構えだけということで、心構えだけでやっております。最近ちょっとお坊さん業がうまくいってますんで、お世っていう言葉が大好きになりましたということでございましてですね。で、おかげさまで RPA 200回ぐらいですね、もう講演させていただいておりまして、でただ中身としてはですね、RPA の何たるものかということよりは、やはり人材の育成ですね、RPA をやっていく中でどういう人材を育成しなきゃいけないのかっていうところを中心にお話をさせていただいているということになります。で以前からですね、新しいテクノロジーの活用ということで、今日特にですね、AIOCR という話でもあるわけですが、業務の構造改革と会社の成長戦略というところを最終的にやっぱり引っ張っていくのはテクノロジーではなくて人でありますので、テクノロジーに合わせて、成長ができる人材というのを育てなければならないということであります。で常にゴールというところにおいては、この LT のですね、趣旨とも合致しておりまして、会社も従業員もハッピーになるような働き方改革に持っていかなきゃいけないということであります。で本日ですね、こういう感じで RPAIoT っていうようなもう言葉が、ペーパーナンバー本編じゃないんですけど、これぐらいの勢いでですね、もうだいぶいろんな技術が入ってきておりまして、でご存知の通り、RPA を提案したとすれば、目に変わる IoT と脳に変わる AI というような、形になってきているということであります。でこれも過去にだいぶ出ているステージの話ですけれども、定型作業の自動化から始まりまして、非定型作業の自動化で最終的には高度な自動化みたいな、こういうような流れでありますけれども、実は先日ですね、天の声が聞こえまして、天の声と言っているのは孫なんとかっていう人ですね。一人しかいません。孫なんとかっていう人がですね、天の声を発しまして、実は僕会場にいてですね、ひっくり返しそうになりました。それは何かと言いますと、この DW4000 プロジェクトってやつですね、デジタルワーカー4000人を生み出すぞということで、全く聞いてませんでした。聞いてなかったんですけど、言ってしまいましたということでありまして、4000人分をじゃあデジタルワーカーに置き換えていくにはどうしたらいいのかということでありまして、今日はそのポイントということで、今まさに我々が取り組んでいるところですので、失敗したように、これをまた一つのですね、話にしていただければと思うんですけれども、2つありまして、やはり4000人分のロボットを作ろうということになりますと、これ今までのやり方じゃダメなんですね。皆さんご存知だと思うんですけど、各社のところで動いているロボットって、だいたい 0.1 インクとか 0.2 インク主流ですよ。そうしますと、4000人分出そうとすると、これ4万体とかですね、8万体のロボットを作らなきゃいけない話になるので、到底難しいんですね。したがって、今回はこの業務プロセスの最低限であるとか、デジタルツールの徹底活用というところに軸足を置いてやっていかなければならないということであります。で早速、業務プロセスの最低限というところですけれども、実はこれ弊社の業務なんですが、こういう形に今なっていると思うんですね。ロボットがいて、人、ロボット、ロボット、人、ロボット、人、こういうような形になっていて、でこれでいけば確かに超過勤務は減るんですけど、人は生み出せないんですね。したがって今のような部分に対して、もう一つ上のレイヤーのところで実は、整理をしていかなければならないということでありまして、でまさに今これをやっておるんですが、自動化前10人だったところを業務の再定義をすることによって5人にしていくと、こういうようなアプローチが一つあるわけです。で今日特にお話したいのは、実は ROI だけを見ているとこれができないんですね。で自動化率を見ていただきたいということで、今日載せていただきました。これはちょっとギャグで載せてるんですけど、京都タワーを使用にしてすごいいい感じで撮れたので、230いいねぐらいいただいて、結構最高記録になりました。はい、で続いてデジタルツールのところですけれども、こちらもですね、いろいろあるんですが、見ていただいた通りですね、
この RDA から始まって RPA、皆さん今心当たりに来ていると思います。で今日の話はここから先の RPA プラス AI なんですけれども、ここで主体は誰なのかということを言いますと、 RPA まではここ人ですね。だけども RPA プラス AI になると、これデジタルワーカーがやるんだというような発想に変えていく必要があるということですね。で今日いろいろお話しいただいている内容として、こういうような形で AIOCR 何がどこまで読めますか。例えばこれ見ますと、ここに日経用の罫線が入ってます。桁を表す罫線ですね。これで引っかかっちゃうものが結構あります。でそれからこういう形でレコードナンバーとかこういうものがありますので、まあ、こういったところをやっていくということであります。ということで、まあ、ちょっと飛ばします。まあ、デジタルのテクノロジーを使っているのは人なんで、突き詰めていくと出口先は人になると、こういうことであります。ということで情報革命でヒットをしやすい。はい、どうもありがとうございました。皆さんこんばんは、マクニカネットワークスの吉野と申します。本日は私の方から Google Vision API で名刺管理とメールってですね、 LT のをやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、まあ、一言で申しますと、Google Vision API に触ってみたというようなところで、プロの方が多い中で恐縮なんですけど、ちょっと紹介させていただきたいと思います。で、アジェンダの方は、まあ、こういった形でやらせていただきます。で、まず最初に自己紹介というところなんですけれども、まあ、前に実際いるんですけれども、こんな人ですというところになります。吉野浩二と申しまして、私、マクニカネットワークスのエンジニアです。で以前はネットワークとかセキュリティ製品を中心に扱っているようなエンジニアだったんですけれども、まあ、最近 AI ビジネスに関わるようになってまいりました。でただですね、Google Vision API で名刺管理しようと思ったら、ちょっとそれとは全然別の文脈になりまして、まあ、通常の製品の販売とかとは別に、ちょっと社内的に名刺管理ツール検討みたいなことをやっておりまして、であれでもないこれでもないみたいなことをですね、いろいろ実験をしたりしながらやっておりました。でその一つの実験としまして、なんか Google Vision API とかを使ってですね、ごくライトにといいますか、まあ、本格的なものじゃなくても安くパッと導入できるようなもので、なんかライトにできる方法がないかもちょっと吉野方で調べてくれよということがありますので、ちょっとそれで調べてみましたというようなことで、まあ、Google Vision API やってみたというような形のことをやっておりました。でまあ、どういったものをちょっと、まあ、実際そのちょっと簡単なトイプログラムじゃないんですけれども、そういったものを作ったんですけれども、何を作ったかというところでまずご説明させていただきますと、まあ、まず名刺画像に含まれるモデル図を解析することで、名刺をモデル図にした検索可能にしてやろうというような心構えのものであります。具体的にはですね、名刺を、まあ、ボックスでちょっと弊社でも取り扱っているというとちょっと宣伝っぽくてあれなんですけれども、クラウドステージのサービスがあるので、ちょっとそっちの方に画像自体は保存しておいてですね、そのメタデータに文字列の解析結果、まあ、全文であったりだとか、会社名であったりだとか、まあ、この吉野浩二の氏名であったりとか、そういう区分した情報みたいなのを、まあ、入れ込んで、でもそれで検索できるようにしてやろうというような魂胆で作成を始めました。これで言ったら吉野で検索したら出てくるし、今技術で検索しても出てくるとか、そういったものをちょっと目指してました。で、ちょっと使ったものとしては、まあ、Google Vision API がまさにありまして、まあ、これはそういう画像からテキスト自体を抽出してくれるよというもので、まあ、見たものに近づく。今日それを使いました。もうちょっと実験的に使ってみたのは Google Natural Language API というやつでございまして、まあ、テキストからはこれは人名だとか、これは地名だとか、これは組織名だとかっていう、そういうものを、まあ、抽出してくれるものですよというところです。で最後に Box API というところで、まあ、保存先のデータ保存先のクラウドストレージサービスだとかというのを使いました。で言語は Kotlin とか JavaScript が好きなので使いました。で、まあ、実際どういう動きのものを作ったかというと、まあ、5分ごとにこういうことを実験するような実践していくようなものに、まあ、ずっとループで実践していくようなものです。でまあ、新しい画像がないか、クラウドストレージの方に、まあ、プログラムを確認しに行って、まあ、あったらダウンロードしてきて、まあ、画像解析して、まあ、全文を抽出してくると。で、抽出してきた全文をまた、Google ナチュラルランゲージ API の方に投げていって、そこから会社名だとか、組織名だとか、地名だとか、そういうのを抽出できますというような感じのものを作成しました。ちょっと検索の機能にちょっとですね、想定したのと違う動きとかがあったりしたので、おまけで簡単な Web UI のものを作って、まあ、社内でちょっと発表したりとか、そういうことをしておりました。まあ、じゃあ、肝心の OCR の結果はどうだったんだよというところなんですけれども、ちょっとそれを次のこのスライドでご紹介します。
まあ、こんな感じですね。これクラウドストレージの実際のスクリーンショットなんですけれども、まあ、こんな感じでですね、メタデータということで付与することができておりまして、それじゃあどんな感じに情報が取れたのかというところをお見せしたいと思います。まあ、こんな感じです。ディスクリプションというのはまあ全文なんですけれども、まあ、今回手書きとかではなくて、本当に印刷されている名刺なので、かなり内容低い方なのかなと思うんですが、まあ、ほとんど全文間違いなく取得できているケースほとんどで、だから変わった形のロゴなんかを文字に間違って認識しちゃうとかいうのが、まあ、せいぜいだったかなというところです。でまあ、氏名はなんかこの時は取れてないんですけど、取れたり取れてなかったり、ビル名が入ってなんとかタワーさんになっちゃったりするみたいなことまでにありました。で、ロケーションは大体取れるんですけど、まあ、部分的にしか取れないケースもありました。オーガニゼーションは大体組織名で会社名が問題なく取れるような感じでしたね。まあ、でまとめだけさせていただきますと、Google 上の API は、まあ、手書きとかじゃなくて、こう印刷したものであれば、文字がほとんどないので、まあ、いろんなことに使えそうだなというふうに思いました。ナチュラルランゲージ API はちょっとですね、当たったり外れたりというところだったんですけれども、通常文章に使ったりするものだと思うので、こういうふうにぶつ切りになっている名刺のテキストだとちょっとケースが合わなかったのかなというふうにも思っております。まとめると、まあ、ちょっとこの辺りまさにベンダーさんだとちょっと秘伝の彼的になっているか、プロの技のところだと思うんですけど、まあ、単に文章を抽出するようなことであればシンプルですし、これはちょっとさっきツイートの方にですね、まあ、高いとか、なんか試せないみたいなこともあったと思うんですが、まあ、こういうレベル感であれば、例えばこれ、1万枚名刺を上げて、例えば1500円とか2000円とかっていうレベルのお金しかかからないので、ちょっとこういうのをガチャガチャっと自分で書いて試すみたいなことを やれるんであれば、まあこういうパターンもちょっとありのかなというふうに思っております。ちょっとすみません、時間過ぎちゃったんですけど、あと30秒ぐらいだけお話しさせていただきます。最後ちょっと告知というところでですね、アクショナブル AI という全然これとはちょっと角度が違うコミュニティもやっておりまして、もう少し機械学習の技術的な側面にフォーカスしてたことをやっております。で、今回ちょっと機械学習につくものの前処理ということをテーマで、まあ、8月21日の7時からですね、まあ、弊社の品川オフィスでやらせていただいてますので、もしこういったものにもご興味がある方がいらっしゃれば、ぜひ来ていただければ嬉しいと思います。はい。時間が超過しちゃってすいません。はい。ご清聴ありがとうございました。ということで、今日ちょっと皆さん勘違いされているとかわからないと思うんですが、実は AI と AIOCR をテーマにしている支部ですと。なのにやっぱり今 RP に絡めるとなると、やっぱり本来だったらクラス2、3で AI 絡めるべきのところ、まだ AIOCR の絡める話ばっかりやっぱり多いというところもあるので、まあ、事例が少ないというところもあるんですけど、なのでちょっと AI という話すごくありがたかったというところも含めて、じゃあウェブビジョン使ったことある方って API 使ったことどれくらいいらっしゃいますか？あ、うん、ちょっと嬉しいですね。ちなみにさっきのアクショナブル AI、主催者も素敵な方が主催されてますので、ぜひ来てください。素晴らしいですね。はい、そうなんです。フェニカさん全体的にバックアップしてくださって、結構RPA ってデータの前処理ってそれズバリ RPA でやりますよねって話にもなってるかと思いますので、結構いい講談を受けるかと思いますので、ぜひ来てみてください。では前半の最後の。家子さんという名前を付けてます。まあ
会社がありまして、そこでですね、最盛期には数十人のパンチャーがですね、まあ、長業牧畜というのをやっています。で、こいつをですね、AI オシラル導入を僕はした、まだしてないんですけど、という話です。で、もう2年もさる前なんですけれども、まあ、こういう状況がありまして、こいつをですね、まあ、某あの有名な長業オシラルでやったところ、項目で 20% くらい間違ったんですね。で、その後ですね、AI オシラルで、まあ、特殊のもので補正すると 10% 以下になったので、これはいけるということで、じゃあやりましょうということで、自分たちであのですね、をベースにあの独自に作りまして、まあ、この手順としてはですね、あのエントリーベクターの2段階で精度を上げるんですけど、エントリーのところを全部 AI でやっちゃうというふうにやって作りました、一生懸命。ところが持っていたんですけれども、導入は見送りますということになっちゃいました。で理由はですね、そのバンジャー専門職の精度もすごい高いんですよ。初心者でも、あの戦時打って2文字しか間違えないんですね。ところが、こいつはですね、自信持って作ったつもりなんですが、20文字を間違えちゃうんですよ。10倍間違えるでしょ。だから、あの、尻拭いをですね、人間の10倍やらなきゃいけないということで、断られちゃうんですね。で、じゃあですね、ということで出直したんですね。で、どうやったかと言いますと、あの人間より精度が低いんでないだろうということも諦めちゃって、それは人間でやってくださいと、梅雨払いで動きますと、もしある、これだったらどうですかということでやりました。でですね、精度を上げようとすると、こんな汚いやつもちょっと読み込まないといけないんですね。で、頑張りました。で、1000文字のところを20文字間違っているところを8個までしたんですよ。でも目標2ですから、全然届かんということで、どうしましたか。ということで、ディープラーニングだと確信度っていうのが出るんですよ。これが1位の確率なアホだというので、自信がないやつを全部諦めて、これ人間がやれということでやりますと、ちょうど2になったんです。はい。それで使ってくださいと言ったんですよ。使う気がしませんと。これは深いんですよ。このギブアップしたんですね、住所。でも結構空欄の帳票がありまして、で我々、何も気を使ってなかったので、空欄のまま行くんですね。そうするとエントリーの時にそれをタブで飛ばさなきゃいけない。タブで。で、それが嫌だと。AI 賢いのになんでそんなバカなことをしてくれないのかということで、現場から拒否されたらしいです。それでですね、出直しまして、今度はですね、業務分析まで遡って、絶対失敗できないんで、ギャップ分析をですね、何ヶ月もかけてやってですね、で出てきたのがですね、どのくらい精度が上がれば現場で運用できるのかわからないっていうんですよ。ということで、アジャイル開発を取り入れまして、まあ、1ヶ月くらいのスプリントで3回やるから、精度が使えると思ったらやってくれというふうに方向転換してですね、今、1回目をやってリリースしているところです。はい。で、ここまでの学びとしては、現場をよく知らなきゃいかんなということと、現場で使える共通の性能の指標です。これを作っておいて、我々は頑張ると。で現場の人はそれを持ってどのくらい効率が儲かるのかというようなことをやらなきゃいけないかなというところが学びです。で、寄せを買ってですね、こういったのレイアウトの決まってない状況がありまして、アレクサ、ストップしてね。なんですね。健康診断なんです。で、これを今やろうとしてチャレンジしてまして、これはレイアウトは完璧に不動です。同じやつ一つもないです。で、これをですね、ある方法を使って今チャレンジしてまして、ご興味のあるエンドユーザーの方でも、データの方でも一声おかけいただけるだけではですね、ちょっと考えたいなと思います。はい、以上です。入るんだったら結局意味がないみたいな、結構前にも LP であったんですけど、それがすごく示されてるので、人の手やった方が早いんですよね。結果的に時間で言うと知り得るのがない。だからこれ前にも結構なんか聞いた話もありましたので、皆さん結構なんか懇親会でなんかこういうような話とか、ぜひ連帯の中もこんな電話の話をしていただければと、結構話せない話とかも結構あったりしていますので、きっと興味ある方はぜひちょっと話してみたいと思います。一旦ちょっとじゃあ5分ほど休憩取りますので、また5分後にここで再開できればと思います。お願いします。
飲み物とうまい棒がまだ結構余ってる感じですよね。はい、はい。
オンプレミスで使える、やらおしやという形になっています。
じゃあですね、オンプレミスだったらもちろん学習とかいう認識率とかどうするんだというところがあるんですけれども、それでクラウドだとどん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 データが入ってくるので、それで学習してどん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 レベルアップしていく。ただ、オンプレミスだと自分たちで学習させなきゃいけないので、まあ、そこへどうやってやるかというところですね。そこが次のページのところで、まあ、こんな感じで学習させてもらうということで、まず読み取った画像データを、まあ、AI リードと導入して、その後編集データを実際に、まあ、人間確認して間違っているところを修正して、それをまたフィードバックして勉強させるというところで、まあ、徐々に徐々にこう正解データを覚え込ませて、レベルアップをしていくというところになります。で、まあ、この辺は大体手書きの文字というところなんですけど、例えば活字とかでも本当の経路を変わったりするケースがあるので、まあ、当然そういうところも機械学習して、どん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  AI モデルとしては向上しているというところになります。じゃあですね、まあ、頑張っていくと、どんどん精度が上がると、もしかしたら認識率が 100% になるかも思うかもしれないんですけど、多分これ妄想です。多分そんなことはありません。ということを言うと、誰かの怒られそうなんですけど、今日関係者以外で大丈夫です。はい、では実際にですね、どういうところがあるかというと、例えばこういう形で定期調教とかですね、まあ、よくあるから、同じような形で、こうやって調教画像を下地にして編集をしていくと。で、まあ、どこを読み取って、まあ、どういう値でとかっていうところをどん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 設定していくという形のものが、まず一つ目のパターン。で、もう一つとして、非定型という形ですね、要は、フォームを全く定期をしないというところで、読み込んだ画像の中からですね、実際にこういう感じで項目名作って、例えば読み込んだ情報の合計の下の数字を取ってください。下とか右とかという形の指定をするだけで、まあ、取ってくるということができますので、まあ、帳票の定義にならないということですね。で、こういった形で最終的には必要なデータだけを見ていくというような形ができるようになっています。で、あとはですね、こういう閲覧と編集画面の開発機能ということで、ワグビーっていう製品をエンジンと使って実際に画面作っていただかなきゃいけないんですけども、こういった形でスクリーンデザイナーというのをやっています。なので読み込んだ画像と読み込んだ結果があって、間違っていればここを直せば OK ですよと、直した結果はまた反映させるというところになります。で、あとは実際に ETL とかですね、そういったものを連携させることもできるようになってまして、まあ、これで読み取ったデータをそのまま直接データベースに流し込んだりとかというところにすればできます。あとはこういう連携ができますということで、データスパイダーという ETL ですね、まあ、こちらの方でも実際にはこの AI リードと使いだというところで、実はこれ書いた会社なんですけど、この時まだこの会社にいたので、この記事を書いてみましたというところで作ります。であとは、まあ、一応プレスリリースということで、NTT さんの、先日やった自治体さんとの共同のプレスのところで、実際に AI リードを使っていただいたというところですとか、マイナビさんの方で事例とかありますので、ご紹介を見てみてください。まあ、他にもいろいろあるんですけども、まあ、この後更新会とかでいろいろお話していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。私ですね、情報総研という会社にいるんですが、銀行の方も兼務しておりまして、その中のデジタルイノベーション部ということで、
まあ、AI とかブロックチェーンとか API とか電子マネーとか、まあ、そういったところをやらせていただいています。で今、まだちょっと後発なんですが、なんとかペイがあるんですが、みずほも J コインペイというのを始めてまして、そのカラーが桜色のピンクなので、今日この T シャツを着させていただいています。ちなみにですね、今週あの千葉マリンスタジアムで J コインに払っていただくとビール半額で飲めるとかというキャンペーンをですね、地道に広げてますので、ぜひ、ダウンロードしていただければなと思います。で本題のですね、みずほでやってきた内容をお話しさせていただきますが、プロジェクト AOR ということで、AI と OCR と RPA を組み合わせた活動で何ができるんだというのをやってきたものになります。で銀行の中ではですね、様式、紙がいっぱいあります。もう 何千万枚の紙があるんですが、定型の紙と非定型、形がバラバラの紙というのと、活字、印刷されているものと手書きのもの、それぞれに対してどういう OCR が合うのか、合うのかというのを検証をさまざまやってまして、構内でもいろんな環境がございます。決算書を読むだけに特化したような OCR エンジンもありますし、まあ、今回新たにチャレンジしたのは、非定型、形はバラバラで、かつ手書きというものにどうまでできるのかというのをチャレンジした事例になります。で今回対象にしましたのは、口座振替依頼書になります。皆様も家賃を払われたり、電力会社に払うとか、カードを持ち込むとかというときに、こういう用紙が多分皆さん書かれると思うんですが、形がバラバラなんですね。委託者様は電力会社様の都合というところにありますけども、理由で形がコロコロ変わるので、こちら側で形が決めれない。で、これがどんどん銀行に持ち込まれます。で、みずほ銀行に持ち込まれるだけでも年間500万枚ありまして、これを50人ほどがパンチしているというのが実態でした。で、これを何とかしたいということで取り組んだものになります。で今回やりましたのは、一つは AI、ディープラーニングを使って、どこに欲しい情報があるのかっていうのを探すのは、左側の AI のレイアウト認識っていうのを作りました。で、自分たちが欲しい口座番号とか、銀行コードとか、お名前とかがどこにあるのかっていうのを作りました。で、真ん中の OCR のところは、これも作れるところじゃないということで、今日ご登壇されているコージェントラボさんとか AI さんとつなげて、どこに欲しい情報があるのかって探して、その画像データを、まあ、コージェントさんとか AI さんに投げて、その結果をデータ化するというところを中にしました。で、一つポイントは、新規の申し込み、これ 100% 言うとは無理なので、今あるマスターと都合させて、OK だったらそのまま自動化で処理を通すというところを割り切ったのが一つポイントでした。で今回の口座振替依頼書については、もうこの方の口座番号とかお名前は銀行で全部持ってます。なので、これが書かれてるはずだというのが分かるので、データ化で読み取られたものがマスターと合ってるかどうかを都合して、合ってればもう自動的に処理を流すというのを割り切りました。で今回の山田太郎さんのように、実はちょっとローを読み間違えましたというのは実際あります。ただ、そこはもうここまで来たら山田太郎さんのローはマスターに登録されているローで間違いないだろうということで割り切って処理を流すということにしました。で今回使ったディープラーニングはヨロというものになるんですが、学習させたものについて 100% を未学習、初めて体験するようなものでも 90% 以上の確率でどこに欲しい情報があるのかというのを探すことができたというのがポイントになります。でこれをやることによって、先ほどお話しした銀行に持ち込まれているものですね、年間500万枚あるんですけども、これのうちの大体8割が自動化できる、今までパンチしてた人がいらなくなるというのが分かります。であと残り 20% についても手入力で処理するということで、先ほどの事例でございましたが、1回目のベリファイといいますか、パンチがいらなくなるとかということもできますし、今後ディープラーニングをさらに深めることによって精度も向上するということが分かりました。で効果としてましては、今まで打検、いくらプロの女性の方ですとオペレーターの方が打っても1枚大体30秒40秒かかってたのが、1枚大体3秒4秒ということで10分の1。でコストもですね、今まで50人が渋谷のセンターでパチパチ打っていただいていたんですが、それが10人ほどに減ると。もちろんシステムの利用料とかかかりますので確認されますが、まあ、それでもトータルのコストは2分の1になったというふうに体感しています。一つはですね、エラー率というところ、先ほどありましたが、人がやってもかなりエラー少ないです。ただここまで突き詰めてやっていくと、エラー率というと、まあ、10億分の1まで減るということで、今までよりも100倍の精度が処理ができるというところが見えたというのが実態です。で今みずほ銀行の中ではこれの導入を進めておりまして、まあ、プロトタイプモデルが今稼働している状況になります。でこういったものをですね、他の地銀さん前の提供もやってますし、まあ、他の紙をいっぱい持っているところについても、これ非競争領域なので積極的に提供しようということで努めておりますので、この後懇親会でもより泥臭いところを含めて銀行どうやってるんだとかってあれば、ぜひご質問いただければと思います。以上になります。はい、ありがとうございました。結構なんかちょっと比較
気になるところです。プロのパンチャーと突き詰めてやるってそこら辺のやり方が結構皆さん気になるところなのかなと思いますので、ちょっと一緒に話をしてみたいと思います。シンコさん、はい、よろしくお願いします。アレクサ、出てません。はい、左に向けて大丈夫です。ライバーを開始します。アレクサ、ストップ。じゃあ、これね、すみません、ちょっと言い忘れてるんですけど、領収書、領収書を、必要だという方がいらっしゃいましたら、あとでちょっとご連絡いただくか、コンパス等でも管理者向け、あと自分等への向けてのメールとかでも結構ですので、あとくださいという形で名刺いただけましたら、PDF のデータで後ほど後日送付させていただきますので、お願いします。大した内容ないので、とりあえず大丈夫かもしれない。えまさかスライドなし。いや、ちょっとスライド今日いると思ってなくてですね、今急いで作ったやつなので。皆さんのクオリティに下がるので、ちょっとなるべくツイートしないようにお願いします。同じね。そうです。じゃあ始めていいですか。アレクサ、タイマーを。改めまして、シグホスの三井と申します。今日今回この、コミュニティは初参加なので、ちょっといろいろとお作法とわからないところがあるんですが、よろしくお願いします。で弊社ですね、AI OCR のベンダーというわけではなくて、AI ソリューションプロバイダーで自分たちで言ってるんですけれども、画像認識と機械学習というのを組み合わせたソリューションをですね、お客様に提供する会社でございます。で、ビジネスとして一番大きいのはですね、自動車メーカーさんと一緒に自動運転の研究をさせていただきまして、そこで培った画像認識の技術を使って、もうちょっとコンシューマー向けのソリューションを作りたいなということで、AI ロシアに挑戦しています。で今日は成功例の話多分いっぱい出ると思ったので、拙い中でいっぱい失敗したことがいっぱいあるので、ちょっといくつか時間の許す限りお話できればなと思っています。これの前回のところでアンケートいろいろ出てたんですけれども、ここに出てくる資金比率の話とか、信用ならんとか、あとはどこまで使えるのとか、そのあたりですね。あとどのような使い方をしているのか、多くの事例を知りたいとかいうこと話があったので、どのような使い方をしているのか、多くの事例を知りたいという方は、ちょっと後でシグホスまで連絡いただければ、営業が私しかいないので、100% 私が伺って、話しますので、ぜひご連絡ください。で、失敗するプロジェクトに今よくあること。最終成果指標はですね、認識制度。これ 100% じゃなきゃダメだとか、99.8% じゃ使えないとか、大体言われるんですよ。で、とあるお客様で、ちょっと他も出しちゃうと、あとはシステム導入担当が現場作業分かってない。あとは、社長の通貨してこれ。こういうわけはですね、大体失敗します。なぜかというと、まず一番上のところはですね、社長さんとかシステム担当がですね、成果指標わからないので、100% もしくは 99.9% じゃないと、結局手入力するんだろうっておっしゃるんですね。で、極論すると、僕らはそうは思っていなくて、認識度が5割でも、業務コストが半分であれば、それって成功だと思ってます。で、なので、1個成功した例としては、手書きだったんですけれども、88% ぐらいのスケールだったんですね。それで全然使えないよということだったんですけど、じゃあ私、社長と、その場で、今あんた入力してくださいと。で、手入力して、社長が手入力する時間を測って、でそれと僕らで読んだ 88% のやつをチェックすると、両方社長にやらせたんですね。そしたら、時間にするとですね、68% ぐらい減ってたんですね。そしたら、社長、これ導入したら 68% 減りますよって言ったら、社長はですね、その場で納得して、制度って重要じゃないんだねということを分かっていた。逆に、2番ともちょっと絡むんですけれども、最終成果指標でですね、読み取り精度が 96% ぐらいで、かなり高かったんですね。で、データベースの突合、先ほど水法情報総研さんも言ってましたけれども、データベースの突合とかして、認識精度を上げたら、もう 99% 近くなったんです。ただこれですね、アンケートとして失敗しました。理由としては、システム担当の方が現場作業を理解してなくて、OCR で、帳票から来たのを読み取るんですね、会社名、製品名、数量。でそれで完璧に読み取って、でそれを RPA で機関システムに入れたんですね。でも、機関システムの方では、会社名じゃダメだったんですね。会社コードを入れなきゃいけないと。だから結局、会社名入ってるんですけど、会社コード入ってないんで、発注処理ができないということで、結局、発注番号はですね、人が入れてるんですね。そんなにやる意味ないよね、ということで、これは失敗に終わりました。ただ、その案件はですね、リカバリに成功しました。理由としては、ベリファイ画面の方をですね、我々自分たちが作ってるんですね。
というのは、SaaS 型のサービスにしていなくて、一社一社カスタム、今おっしゃるソリューションを提供しているので、ベリファイ画面の方にお客様のデータベースを持ってきて、会社名を引っ張ってきたら、その会社の番号であるとか、入れなきゃいけない情報がすべてそのベリファイ画面の方に来るように、システムを設計し直しました。でそうすると、変な指揮官システムは今までのレガシーのものがいらなくなって、僕らの方のベリファイ画面すべてを完了して、ただレガシーの方は、残さないといけないので、あと1分あるということです。レガシーの方は、発注の機関のシステムと連動しているので、残すは残さなきゃいけないんですが、オーシャルのようなものも RPA そのまま入力をして、発注を処理するという、きれいなフローにまとまりました。なので、意識した方がいいなということは、大きく3つですが、認識制度じゃなくて、業務コストの削減率であるとか、効果というところを、指標に置かなければいけないということと、実際に権入力している人の作業を分かってない人が決済することがほとんどなので、一番聞くべきはですね、全体の業務フロー、現場で作業している方の声を聞くことが一番大事。そして、鶴の一声でやるとですね、入れることが目的になるので、AI 来るださいって僕らに来るんですね。でも実際に話聞くと、でもそれって RPA でいいですよねとか、マクロで十分済みますよねっていう話も大体半分以上です。なので、AI 技術や RPA を導入することありきでは考えないということが重要だなというふうに思っています。はい、以上です。ありがとうございます。
ですね。でこちらってそもそも聴導枚数が関係あるのかなっていうところがありまして、例えばデータ入力の派遣さんをお願いするときも同じようなことが言えるのかなっていうところがありますね。でデータ入力の派遣さんも精度速度に関しては、まあ、やってみるまでわからないというところは一緒なのかなというふうに思います。で特に言えることはありません。どんなテキストも読み取れるように頑張ってくださいというようなご意見もあったんですけれども、まあ、こちらはそもそも私たち人間が書いた文字が汚いというか非常にいいかなと思います。でめちゃめちゃ汚い文字の人っていうのは本当にたまにいて、まあ、それを AI のせいにするのはどうかっていうのは、まあ、一つの意見として聞いていただきたいなっていうのがございます。であと、まあ、識字率認識精度 100% は無理ですかっていうのは非常にどこでもよく言われることなんですけれども、なんか人間はロボットに全部の仕事を奪われるのが嫌なんじゃなかったのかなっていうような意見もあるかなっていうふうに思います。まあ、これはさすがに言い過ぎなんですけれども、精度 100% っていう人は、まあ、AIOCR もっと AI の役割を理解していますかというところですね。で AI というのは、まあ、あなたにとって変わる技術っていうよりかはあなたに寄り添う技術というふうに考えていただきたいなと思います。AIOCR の導入前にですね、まあ、RPA にデータをインポートするためにデータ入力部隊がいる会社さんで考えていただきたいと思います。まあ、マネージャーさんがいて数人から数十人のデータ入力員の方が日々データを入力しているような環境ですね。でこちらは導入後のイメージなんですけれども、精度 100% を求める方はそもそもその入力部隊がなくなるイメージをされているのかなというふうに思います。ただその AI というのは人に寄り添うサポートするような技術と考えていただきたいので、管理職というよりかはワーカーの役割になるかなというふうに思います。その場合には、まあ、入力員の方を減らしていただいて、残った入力員の方に AI の管理で AI が間違った文字の修正をしていただくイメージになるかと思います。でデータ入力員の数が減ると何が良いかというと、まあ、構造削減、個人的ミスの削減なんですけれども、何よりマネジメントコストの削減ですね。マネージャーの負担が大きく減る形になります。で人間はもう非常にわがままなので、まあ、今日はもうしんどいとか、もう会社辞めたいとか、帰りたいとか、怒られてモチベーションが下がったりっていうような、そういうことが非常に多くて、チームの人が増えれば増えるほど、マネジメントのコストっていうのは非常に大きくなってきます。でその結果ですね、マネジメントと言いつつ、どちも効く不明になってしまって、まあ、優秀なマネージャーの方への不安やストレスっていうのは非常に大きくなってしまいます。AIOCR のいいところとして、まあ、愚痴を言わないというところ、あと疲れないし彼は絶対に辞めません。でモチベーションが常に同じですし、まあ、どんどん賢くなるというところですね。でどんどん賢くなるというところなんですけれども、まあ、欲しがる AI のところは使えば使うほど本当にどんどん賢くなります。それはまあ使えば使うほど内部にデータが溜まっていくので、そのデータでどんどん学習をすることができます。でこれ弊社の OCR ジジラ君がどのように賢くなるのかというところなんですけれども、生後1ヶ月時点でのジジラ君の知能についてちょっとお話ししたいと思います。で皆さんはこの文字が読めますか？でちょっと私は読めなかったんですけれども、これは正解は G です。でジジラ君はこの文字が読めたんですね。ただ次にこの字が読めます。で私はこの文字は読めたんですけれども、ジジラ君はこの文字が読めませんでした。でブと読んでしまっていて、理由はと言いますと後ろの日の前の点とくっつけてブと読んでしまっていたんですね。でなぜ字が読めてこのクリっていうのが読めないのかっていうところなんですけれども、答えはすごく簡単で、ジはアジラの社員メガネの小泉君の手書き文字だったんです。なので学習データが非常に変わりまして、すでに手書きノート3冊分ですって学習していました。でジジラ君は彼の文字はほぼ 100% 読み取ることができます。でこのように範囲を限定することで精度は 100% に限りなく近づける可能性が非常に高いんですね。なのでまず今日から考え方を変えていただきたいんですけれども、まあ、識字率 100% 無理ですかっていう前に、まあ、範囲を限定していただいて、まあ、メガネの小泉君の手書き文字で 100% 無理ですかというように
まずは考えてみてください。でこのように範囲を限定するとですね、私たちベンダーも非常に提案がしやすいので、積極的にそちらの提案に、なんかご要望に持った提案をさせていただければと思います。であとですね、たくさんの学習データがあったら、とりあえず保存癖のある文字が読み込めるはずなので、こちらが使えば使うほど、まあ、ジジラ君が賢くなっていく、特徴を掴んでいくと言っているようなところですね。本当にノート3冊分あったらベストかなというふうに思います。で、このように OCR は導入して終わりではなくて、まあ、あなたが育てている技術なので、ぜひ RPI と一緒に AIOCR も育てていっていただきたいなと思います。以上です。気になる点あったら最後に、ご質問いただければと思います。ちなみに先ほどミッツさんからいただいたお話なんですけど、儲かるか儲からないかというと売上は順調に上がってますが、コストがかかっているので、まだ儲かっているとは言えないかなというふうに思っております。よろしくお願いします。3点ですね、アジェンダ持ってきました。会社紹介しまして、その後 AI オフィシャル市場というツイートで最後に、最短で業務効果を出すために、必要な2つのことというところをご紹介できればと思います。弊社はですね、AI インサイド渋谷に拠点をオフィスがありまして、今65名ぐらいで、ビジネスやっております。で私ですね、執行役員 CRO というところで、まあ、売上ですね、全般を今担っているポジションでございます。で弊社 DX スイート、という製品なんですけれども、すでにですね、いろんなところでセミナーですとか、あとパートナー様が70社ぐらいいるので、お話聞いたことある方もいらっしゃると思うので、ちょっと割愛させていただければと思いますが、まあ、おっしゃるだけじゃなくてですね、仕分け機能だったり、あと非定型の機能を6月末にリリースさせていただきました。あとは、クラウドだけじゃなくて、ハイブリッドですね、AI のエンジンは学習をしていくので、クラウド上に置いておきながら、帳票を、オンプレの側で分割して、まあ、お茶にかけていくハイブリッドというのと、全部オンプレの、形の3つのサービスラインを持っています。特徴として、ユーザー数が400社以上ですね。で、フリヒメラ総研さんの調べのところで今シェアナンバーをいただいているというところでございます。で、今日ここからは少し問題に行きたいと思うんですけれども、弊社ですね、6月28日にイベントをさせていただきまして、1500名近いですね、お客様をお申し込みいただきました。でそこでアンケートをですね、取ったんですけれども、これちょっとすみません、ちっちゃく申し訳ないんですけれども、 OCR と RPA の利用状況というですね、アンケートを取りました。RPA が、利用状況 50% ぐらいに対して、まあ、おしゃれ4分の1ぐらい、にまとまっているというところが、まあ、現状としてあると思っています。あとはですね、これは RPA コンサルのレポートを少し載させていただいているんですけれども、導入完了時間が 1% で本格導入中が 4% ということで、まあ5% のお客様が導入して、そこの全体約 50% のお客様が興味があるという状況であるというのが今の市場感かなと思っております。一方で、RPA はどうなのかというところですね。これも、セグメントさんの、レポートなんですけれども、まあ、半年間の間で、まあ、非常に RPA の導入進んでいるなというところが出ているかなと思ってまして、ITR さんのレポートを見ても、これですね、薄い青が OCR で全然市場伸びてないんですけど、濃い青、これが RPA の市場で非常に高く伸びていくというところが今の市場感かなというふうに思っております。という中で、最近やはりその AIOCR が非常に、まあ、よく耳にされると思ってまして、まあ、今こういう状況の中で RPA がですね、市場を非常に牽引してくれているということから、AIOCR のニーズも上がってきているのかなというふうに思っております。で、その中で、流行っているですね、要因の一つですね、NTT データさん、弊社のパートナー様なんですけれども、講演されている資料をですね、ちょっともらったので、ね、共有できればと思ってますが、AIOCR 非常にですね、今の業務のリプレイスが簡単だというところが、まあ、流行りのポイントであるというふうにおっしゃってまして、
まあ、上が、技術既存の業務ですでしたが、リプレイス後なんですけれども、まあ、基本的に人が、まあ、転機しているところを、まあ、おっしゃるはめ込むだけで業務が、まあ、置き換えることができるので結構、まあ、簡単に導入ができると既存業務に組み込みやすいと。であとは、まあ、AI っていうとですね、まあ、AI プロジェクトって大体、まあ、こういう形で、まあ、流れを持って進めていくと。で下にまあ4つ点あるんですけど、スキルがまあとにかく必要だというところがあるんですけど、まあ、AIOCR の場合だと、まあ、ベンダーがまあ何らかのところをすっぽり全部やるので、お客様は目的を決めていただいて、あとはまあ業務に適用していくだけで使えるっていうですね、まあ、AI のブームの中でもまあ誰でも分かりやすく適用できるっていうところから、まあ、非常にブーム伸びてるんじゃないかなというふうに思っています。で一方でっていうところで、またセグメントさんのレポートに戻るんですけれども、あんま流行ってないというか導入できてない理由みたいなところですね、これ載ってまして、読み取り精度が低い、で選択が難しい、どうしたい効果が得られない、自社に導入の専門知識がない、という、結果が出てます。で、バーッと話したので、ここまでちょっとまとめなんですけれども、まあ、ポジティブな、要素としては、検討中のやつは非常に多そうだなと、で市場環境良さそう、だから、どっちかその人量増えてると、まあ、弊社だけじゃなくて、それぞれベンダーとどっちか増えてると思ってます。で、かつ、まあ、簡単に始められそうかなという思いもあるかと思うんですけど、まあ、一方で、トランケットもありましたけど、精度低そうとか、まあ、ツール選べないと、多分種類多すぎるんじゃないかなと思ってまして、まあ、多すぎないんじゃないかと。あと、ROI でなさそうとか、専門家いないし難しそうみたいなコメントが、まあ、あるかなと思っています。で、今日、最後、ここに対応のネガティブなところですね、少し、説明をして、クローディングしたいというふうに思っております。で、最初、まあ、精度低そうというところで、一番最初、冒頭のコージェントさんの、紹介もありましたけれども、僕らディープラーニングを使うことで、こういった文字であれば、まあ、これ我々だけじゃなくて、まあ、どこのベンダーでも手書き文字って読めるようになっていくのかなというふうに思っております。であとは文字が読めても、まあ、こういう写真ですとかファックスのズレが読めないと、まあ、結局その枠がうまく読み取り口にはまらなくて読めないみたいな話も結構あるかなと思っているので、ここをですねある程度その AI の方で補正をしてあげて、まあ、ピンクが元長表なんですけれども、まあ、登録されているテンプレートにこう歪んだ歪んでいたですね、ものをもう無理で合わせに行って、帳票を、まあ、AI も補正しちゃうみたいなことも今入れていたりします。ということで、まあ、精度自体は上がってきているのかなというふうに思っております。まあ、最後、これやりすぎなんですけど、ファックスでこういうノイズが入ってても読めちゃいましたという例を今もしています。最後、3つですね、ツール選べない、ROI出なさそう、専門家いないし難しそうというところに対して、2つ、今日ですね、こういったことが必要なんじゃないかということを思っていきました。2つですね、まず試すっていうことと、あとベンダーとかなり積極的にコミュニケーションを取ってもらうことで、成功されているお客様の席が非常に増えているかなというふうに思っています。で、まず試すっていうところなんですけど、AI 講師は戦国時代でちょっと書いたんですけど、今日ちょっと興味があって、AI 講師は検索してみたんですね。で、5分ぐらい使って検索したんですけど、17社、今、もの出てますと。非常に多くて、まあ、僕自身もまあ、コンペティターの皆様の製品との違い、正直全然分かってなくて、まあ、ある程度先駆けて始めていたので、ユーザー数増えているものの、半年後にはめちゃくちゃ、逆転されているのかなとか、まあ、そこが正直よくわからないなというのが、まあ、今あるかなと思っています。そのどのメーカーもすごくいいと思っているので、なかなか選びにくいのかなというふうに思っています。なので、まあ、これはベンダー側からの、ご提案なんですけれども、まあ、2つ見てもらいたいというところは、やっぱり精度と言われるかなと思ってまして、まあ、精度大事じゃないっていうのはあると思ってます。で、99.7% を求めていくのが違っているというのは、これは私も同意なんですけれども、これ精度高くないと、どうしてもやっぱり修正が手間がかかるので、まあ、なんですかね、精度っていうのは私としては非常に大事な指標かなと思ってます。一方で、ベンダー側で何パーセントですよっての出しているケースもあると思うんですけど、まあ、あれってあんまり重要じゃないかなと思ってまして、まあ、帳票ですとか、人のまあ手書き文字ですとかによって全然変わってくるので、まず皆様の環境下における、検証で数値を出すということをしていただくのがいいのかなと思っています。やっぱり UI も大事かなと思っていて、まあ、機能がたくさんあるとかないともそうなんですけど、やっぱりその特に SaaS の製品増えてきているので、まあ、触り心地とか、あとはその運用になじむかなじまないか、まあ、よくいただくものだと、ベリファイは絶対しないといけないシステムだと、こういう業務を取らないとか、エントリーは2回ダブルでエントリーして、コンペアしたいんだとか、そういった運用に乗るか乗らないかというのもあると思うので、ぜひ、そこも見ていただければと思っています。あとちょっとだけ、弊社の、話なんですけど、RPA 連携キットみたいなものも、僕らが用意したりするので、まあ、そういったものがあると RPA の使いやすいねみたいなものを見てもらえればと思います。で、最初にですね、出した実績のところで、載ってます銀行様ですね、なんですけれども、
ちょうどですね、インタビューできて、来月、ウェブ版にですね、記事載るんですけれども、試行錯誤の毎日なので、とにかく導入してみようという決断が良かったと、で、経営に感謝ということを申し上げたというところがあるので、まずはやっぱ試されるということが大事かなというふうに思っています。で、ご提案としては、トライアルが我々優勝だったりするので、まあ、後ろ の会社もあると思うんですけど、ハンズオンセミナーで大体どこもやってるんで、ハンズオンでドサッと商品を持ってきてもらって、制度検証してやる、そうだったら、トライアルで業務検証を行うというのをやるといいのかなというふうに思っております。あと最後に聞けるんですね、最後に聞くので、ここ最後ご紹介できようと思いますが、じゃ積極的なコミュニケーションで何するのって話だと思ってますが、まあ、2点かなと思ってます。1つが最初というのは洗い出しかと思ってますで、これ何かというと、大体皆様、これをまず楽にしたいんだという思いがあられると思ってまして、お打ち合わせの際にこれをやりたいですというような言葉をいただくんですけど、まあ、意外にそれがおっしゃるに向く場合と向かない場合があったりしますと。あとは意外とやってみると、業務効果が時間を削減できるけど、投資に対してリターンが得られないというケースもあるので、とにかくたくさんの種類の紙をご用意いただいて、ベンダーにこれどれが一番いいですかねって聞いていただければ、多分我々だけじゃなくて、どの会社も、まあ、これが一番いいですよね、皆さんがこうだからっていう回答してくれると思うので、私のようなあれ私も一緒にやっていくっていうのがいいのかなと思っています。で、あと2つ目も、アドレナ算出も、これもベンダーの知識があると思っています。っていうのも、当然営業なので、今までお客様の上司にたくさん手伝ってきていると思っています。弊社もこういった実際にテンプレートがあるんですけれども、効果算出のテンプレートだったり、まあ、上申用の、資料だったり、あと結構その、なんつうの、OCR あるあるだったり、RPA と連携して、こういうふうなこけ方を教えましたみたいなノウハウとかも結構溜まってきているので、まあ、OCR だけじゃなくて、前後の連携だったり、あとスキャナーみたいなものもご相談結構いただくので、まあ、そのあたりもぜひ積極的に営業団体からコミュニケーションを取っていただいて、検討にどんどん巻き込んでいただければというふうに思っておりますというところです。10分経ちましたので、終わりにしたいと思います。最後にツイッターを、最近始めまして、あんまり1日1回か2回くらいつぶやいてないんですけど、よろしければフォローいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。コミュニケーションが大事じゃないのでコミュニティの場で聞いてあげるとすごく嬉しいですね。なので、もしあれだったら、まあ、営業トークなしでこういうふうな場所で皆さんも、ベンダーさんが数社いらっしゃれる同時にやる場ってなかなかないんですよね。なんか大きい IT イベントぐらいしかなかったので、ぜひこういう場で、しかも全国各地行っていただけるならコミュニティ、今度は大阪の方で、大阪の方も飲みに行っていらっしゃいますけど、来月、今月ですかね。そうですね、今月、大阪の方でもお話ししていただきますので、まあ、なので皆さんもぜひ、どんどんコミュニケーションを取ってください。というのが、この合わせた総括のお話になりますので、なので、懇親会からがコミュニティイベントの本番ですというところで、ぜひこれからも、こういう形で盛り上がっていただきたいと。最後に、ちょっと集合写真を、皆さんちょっと撮って、ウェブのアスペクト、アンデバンクの記事も最後に載せますので、前の方に講談者がいて、後ろの方にこう皆さんが見た形で、こちら側をバックに。